谷川杉は、杉属の植物の一つ。渓流沿いに生え、大きな株を作る。大きな株を作る、多年草。根茎は短く、匍匐茎は出さない。木部の葉は鞘のみで養芯がなく、濃い褐色で、糸毛を生じる。草丈は30から70センチメートル。葉は細長くて、幅約2から4ミリメートル。葉裏はこう吹いたように白い。長さは、 草丈程度、円は強くザラつく。下記は4から6月。家計は立つか、やや先端が斜めに伸び、先端の型に小棒う3から6個、やや間を空けてつける。つとは特に下方のものでは、養身が発達し、鞘はない。上の型では、輪辺状になる例もある。頂きこぼは、優勢で、長さ2から4センチメートル。 線形で1から2センチメートルの柄がある。ナリ輪ペンは暗光色から紫色で先端は尖る。それ以下のコボはすべて姿勢で円柱形、長さ2から6センチメートルで柄はない。メスコボは立つ。メバナ輪ペンは紅れない色中緑が緑、先端は尖るか短いの儀になる。下方はメバナ輪ペンより長く。 東乱型で急にくちばしにつながり、長さ3.8から4.1ミ、mm、リメートル、幅1.6から1.8ミ、mm、リメートルで扁平。くちばしは長くて両側に指紋があって、口は深く切れ込んだ二歯がある。痩せ川、密に下方に包まれ、東乱型で、長さ2.2から2.5ミ、mm、リメートル、扁平。中東は二列する。北海道から本州、四国。 九州と津島に分布。国外では朝鮮半島と中国北部に知られる。渓流や山地の湿地に生育する。特に平地から山地の渓流周辺に見られる。和名も谷川沿いに出現することによる。アゼスゲに似たもので、アゼスゲフシセクトアキテに含める。よく似たものに山アゼスゲシーヘターレピスがあるが、アゼスゲを含めて、 金字種は普通地下に補腹形を伸ばすが、本種は出さない。厳密な童定には、下方の特徴を見る必要がある。星の他は本種を見分けるポイントとして、葉が能力色で、葉裏が白いこと、下方のくちばしが長く、両側がザラつくことを挙げている。ちなみに、直径50センチメートルほどの大株になることから、最終の大変な種であるとのこと。 種内変異として記載されたものに大谷川すげ、バリエーション、スキャブリガがある。基本編種に比べて、下方が大きく指紋が多い点で区別され、津島と朝鮮に参する。ただし勝山は、区別できないと述べている。以下、種として、星のほか、P154 勝山、P94 勝山、P94 星のほか、P154 勝山、P94 佐竹ほか、 P164 勝山、P94 ありがとうございます。